皆さん、さっきからですね、この排水溝の流れがすごく悪いんですよね。なんでこんなにない。声が聞こえました。ちょっと、排水溝の中を見てみたいと思います。誰かがいるかもしれません。生き物が！どうも、シュンス TV です。皆さん、私、台所に来て水を流したら、水が全然流れなくて、なんでこんなに流れが悪いんだろうって思ったら、なんか、排水溝のところから声が聞こえてきたんですよ。声、はっきりと喋ってました。日本語でした。もしかしたら、何か生き物がいるのかもしれません。でも、排水溝の中に入れる生き物って、一体何なんですか？神様。ここですよ、ここ。ちょっとね、本当にこう、水の流れがすごく悪かったんですけども、さっきちょっと声が聞こえてきて、これですよ、この声ですよ。ちょっとそこに誰かいるんですか？水溝、私は今この中にいるわ。お願い、そこに誰かいるなら早く助けて。これは開けて大丈夫なんですかね？なんだか嫌な予感がするんですよね。排水溝から声が聞こえてくるなんて今までなかったですからね。あ、そうだ、いいこと考えた。トイストーリールームに行ってバズライトイヤーを連れてきたいと思います。バズライトイヤーはすごく勇気がありますし、もしかしたらバズライトイヤーが開けて確認してくれるかもしれませんからね。排水溝の中っていうのはすごく小さいですので、おもちゃがちょうどいいですから、よし、バズライトイヤーに頼りたいと思います。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。トイストーリールームからですね、すぐバズライトイヤーを連れてきました。ねえバズ、聞いて、大変なことが起きたんだよ。あのですね、排水溝の中から声が聞こえてくるんです。声が、今までそんなことなかったんですけども、これは敵なんですかね？それとも私たちの大切な友達が助けを求めてるのかもしれませんし。そうですよね、さすがバズ。よし、じゃあバズの言う通り、もう友達は家族同然でございますから、私はちょっと助ける方向で行きたいと思います。あれ、ちょっと待って、バズ、なんか少しだけ色が少し落ちていませんか？落ちているだけだ、カッコつけてな。まあそうか、バズもいろんなところに連れてったりしましたし、色が少し落ちることもありますよね。また塗り直してあげたりとかもしたいですね。ああ、そんな話じゃなかった。とりあえず排水溝の中を開けてみたいと思う。マジかよ、排水溝の中から自ら出てきましたよ。ちょっと映したいと思います。ちょっとバズ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 、今見てましたよね。排水溝からこの子が突然出てきましたよ。ちょっと待ってください。これってあれですよね、私の部屋にいた馬娘の、ちょっと袋から出してあげたいと思います。あー、かわいそうに今排水溝の中から自ら出てきましたけども、この子は確かダイワスカーレットですよね。なんで排水溝の中に閉じ込められていたんですか？バズ、ちょっと一緒にこの子とトイストーリールームに戻りましょう。よろしくお願いします。よいしょ、トイストーリールームの前まで来ましたよ。いや、びっくりでした。おもちゃの皆さん、聞いてください。先ほど台所でですね、あれ、なんかちょっと待ってください。おもちゃたちが何かを探しているように見えるんですけども。あ、シュンさん、大変なんだよ。朝起きたらダイワスカーレットだけいなかったんだよ。だからみんなで探してるんだ。そうだったんだ。っていうよりもですね、ダイワスカーレットは今ここにいるんですよ。私とバズでですね、排水溝の中から発見しました。一体どういうことなんだろう。あ、そうだ、スマイリーロックさん、教えてください。ダイワスカーレットは何て言っていますか？あ、なんと、夜寝てる最中、何者かに突然袋に入れられて排水溝に閉じ込められたと言ってますよ。マジかよ、なんかおかしいですね。昨日はこの子が足を負傷してしまいまして、全治1週間って、あ、そうだ、ドクターステンチ、教えてください。ダイワスカーレットは大丈夫なんですか？これはまずいぞ。どういうこと？長い間、暗闇に閉じ込められていて、そして酸素が不足している。マジかよ、体が弱ってるんですね。ダイワスカーレットはどれくらいで治るんですか？少なくともあと6日は必要だ。マジかよ、っていうことは、どうしよう、レースはもう3日後だよ。そうだよ、ダイワスカーレットももう引退ってこと？ママ
やあ、こんにちは。何をしているのかね。おい、馬娘のやつらよ。次から次へと負傷していくな。そう、シュンズ TV の部屋にはスパイが紛れ込んでるからな。もしも怪我をして自分たちが引退に追い込まれたくないのであれば、シュンズ TV の部屋をめちゃめちゃにしてしまえ。わかったな。ちょっと嘘つかないでくださいよ。シュンズ TV の部屋にスパイなんていませんよ。それにあと3日です。あと3日後に引退をかけた馬娘たちのレースが行われるんですけども、ポリスステンチ、昨日もそうですし今日も不可解なことが起きています。犯人がわからないんですか？昨日からずっと捜査をしていますが、怪しい動きをしたやつがいません。今のところ犯人がわかりません。そうか、ポリスステンチ、くそ、犯人がわかればいいんですけどもね。くそ、スペシャルウィークも、そしてダイワスカーレットもかわいそうに。これで3日後のレースには絶対に出ることができません。なので引退が決定いたしましたよ。残り5体しかいませんけども、一体誰だ、誰がこんな悪いことをしているんですか。まったく、ポリスステンチ、ぜひ犯人を見つけてくださいね。そうだよ、このままどんどん参加者が減ってったら大変だ。私も医者として何としてでもこの子たちを治してあげたいと思う。引き続きドクターステンチ、よろしくお願いします。こうやって次から次へと馬娘の仲間たちを襲っていく犯人が、皆さんは誰だと思いますか？私は本当にこの部屋の中にスパイがいるんじゃないかって思い込んでしまいました。まあでもですね、ポリスステンチたちが一生懸命捜査をしてくれていますので、犯人がきっとわかると思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ああ、いよいよレースは3日後なのに2人も負傷者が出るなんて、確かにこの部屋何かおかしい。バターカップに質問です。妖怪白塗りおばばを知ってますか？ああ、知ってるよ。それは馬娘にたまに出てくるおばばの話でしょ。そのおばばは顔を白く塗っていて、ああみんな冗談だよ、僕はこういう冗談が大好きだから許してね。馬娘に妖怪白塗りおばばは出てこないよね。バターカップに提案、ストライクウィッチーズと艦隊コレクションと、ああそうそう、ジャックレオンさんがストライクウィッチーズって前にもコメント欄で言ってたから、僕はレックスに頼んで調べた。そしたらこの馬娘たちみたいにすごく可愛い女の子がいっぱいいて、頭に猫の耳とかいろいろつけてた。あの子たち仲間にしたら本当に楽しそうだね。でもあの子たちは強いのかな、何か特殊な能力とかがあったりして。僕はストライクウィッチーズに会ってみたいよ。バターカップに質問、次の質問コーナーは誰がするのか決まってるんですか？セレモニーさんとか。ああ、セレモニーさんの質問コーナーとかも面白そうだね。みんながコメント欄に次の質問コーナーはこれにしてほしいって書いてくれたら、きっとそろそろ変わると思うよ。こんな感じで質問コーナーはどんどん変わっていくんだ。ああ、いよいよレースは3日後、誰が1位になるのか、僕は今からワクワクだよ。これを見てるみんなにお願いだ、チャンネル登録と高評価をしてね。登録をすれば何かハッピーなことが訪れる、僕はそんな予感がしている。っていうか出口はどこにもないよ。